はいどうもゆうきです。静止を望むパワーポケダッシュ実況プレイ続きやっていきましょう。今回縦読みシーンがミスったら来ちゃうので、なんとか回避するためにね、ルリカちゃんの好感度を上げつつ、この前もそうだったっけ、もう全然覚えてなかった。ちょっとルリカちゃんの好感度を上げつつ自分の能力も上げていきたいと思っていますが、いきなり失敗しちゃいましたね。ダメだダメだ、そんなことだからガンバーズに負けたんだぞ。すいません、コンピューターの計算では負けるはずがないんだ。負けたのはお前たちがいけないんだぞ。うわ、ムカつく。そんなこと言われても俺たちは監督の言う通りに。黙れ黙れ、お前たちにどれだけ金をかけたと思っているんだ、役立たずめが。もっと練習しろ。うわー、これみんな離れてっちゃうよ、こんなことしてたら。ちょっとダメンゴね、ダメンゴですね。やる気も上げておきたいな、これ。ちょっとタフさ先マックスにしちゃおうかな。お、トンボだ。よし、捕まえよう。手で取ったらなんか潰れる可能性あるので野球棒で取れ。あ、逃げた。ただただやる気が下がったイベントなんだけど、ちょっとやる気上げたいな。商店街行ってやる気上げよう。商店街の買い食いをすると結構やる気が安定で上がることに気づいたので、これでね、順調に上げていきたいと。みんな聞いてくれ、6年生たちは今日でこのチームとお別れすることになった。みんな、こんな大変な時にチームを去る俺たちを許してくれ。全国大会まではまだ時間がある。最後まで諦めずに頑張ってほしい。キャプテン、あんまり先輩らしいことはしてやれなかったな。逆にお前たちにいろいろ教わったよ。アシム先輩、ずっとボール嫌いだった私が大会に出て勝つだなんて、いい思い出を本当にありがとう。あとワンって言ってない。ワンコちゃん。それで次のキャプテンだが、ユキお前だ。俺？うにゅう、ユキくんすごい。ユキ選ばれた理由はわかるな。親父さんを絶対助ける。あ、親父のせいで選ばれたのか、あの野郎。余計な仕事増やしやがって。やる気上がった。やる気すげえ上がった。超ありがたいんだけど、これ。じゃあランニングして、あと4回ぐらいでタフさがマックスいきますね。明日に向かっての末期、みんな練習しようぜ。そんな磯の野球しようぜみたいなテンションで言われても、練習なんかやってる場合じゃないでやんす。どういう意味？このままじゃ人数不足で大会に出れないでやんす。それはそうでござるが、練習も大事でござる。うにゅー、わかった。メンバーは俺がなんとかする。本当でやんすか？ああ、約束する。みんなはとりあえず練習に専念してくれ。おう。お、いいですね、人望がある。とは言ったものの、どうしよう、監督は当てにできんしな。うん、困ったの。さすがに落ち込んでるようだな。みずき、あれ、今日は喧嘩越しじゃないんだな。みずき、母さんがお前の妹だって本当か？本当だ。俺は虎蔵なら静香を幸せにしてくれると思ったんだ。だから嫁に行くのを許したんだ。そしたら虎蔵のやつ、静香を殺しやがった。殺した？え？ちょっと待った。そんな言い方はねえだろ。だってそうじゃないか。飛行機事故の時、溺れる静香を助けず、どうでもいいやつを助けた。あ、それは、いやでもそれは奥さんを最優先に助けてほしかった感はありますね。どうでもいい他人助けたんですかね。それでも夫か？そうだよ、母ちゃんがかわいそうだ。お前、敵側回るな、お前は。他のやつ助けてる場合かよ。その他のやつってお前のことだぞ。いや、それはね、僕のこと助けたのが正解ですね。こんなやつのために妹が死んだなんて俺は絶対許さないからな。お前なんかわしを殺したじゃないか。あれは事故だって言ってるだろ。わしだって飛行機事故なんだよ。もうめんどくせえことになってんな、こいつら。事故なんだから仕方ないだろ。いや、そんなやつを助けなければ静香は助かったの。お前、人のことそんなやつ呼ばわりすんじゃねえよ。ちょっと待った、さっきから俺のことをそんなやつとかこんなやつとか。もう元気が出てきたな。一丁野球で俺と勝負すっか。よし、やってやる。なぜ野球になった？あ、これ1と3で散々やったよ、これ。もう得意ですよ、もはや。あんだけ苦しんだからね。マジ亀田にボコボコにされたんで、3でガンダルボープ超きつかったんで。てか前よりもなんか簡単になってません？若干反応が遅くても反応打ったことになってる。ちょろ、え、ちょろ、なかなかやるじゃないか。今度は本気で勝負するか。何、今までは本気じゃなかったというのか。当たり前だ、俺はこれでもプロだったんだぞ。だった？ああ、本当はもう少し元気でいたかったんだがな、どうにも体に無理が効かなくなっちまったよ。それに球団も新しくモグラーズからホッパーズに変わっちまうんだ。フル株がいつまでも居座ってちゃ若いやつがかわいそうだしな。そうだったのか。別に野球をやめるわけじゃねえぞ。俺はコーチになるんだよ。大水木コーチ、お前もいつかプロになったらホッパーズに来い。監督になった俺様が直々に教えてやるぜ。俺はプロの世界でお前が来るまでずっと待っててやるぜ。どうした、急にベジータみたいになったな。じゃあな、水木。不器用な男だから素直には言えないが、水木はお前のことをずっと目にかけておる。そういうやつなんだ。
親父は瑞希の気持ちを最初から分かっていたんだな。まあ奴とは長い付き合いだからな。わしと瑞希とサイバーはガンバーズの最初のメンバーじゃった。たった3人で何ができると周りからよくバカにされたが、わしらは負けなかった。やがてわしらはメンバーを9人集めて全国大会で優勝を果たした。親父たちが全国大会で優勝？奴とバッテリーを組んだ俺だから奴の気持ちはよくわかる。奴は自分が憎まれることでお前の目標になろうとしたんじゃ。奴は今でもお前のずっと先を歩いている。お前はいつまでここで立ち止まっているつもりだ？よし待ってろよ瑞希。お前にできて俺にできないはずはない。俺は絶対全国大会で優勝してやるぜ。そして必ずプロになってやるぜ。なんかめっちゃこう友情的な熱い展開になってるっすね。なぜこうなった？なぜこうなった？ちょっとおじさん途中からあんまついていけなかったところがあるんですけど、学校も私、あ、徳川くんのデートね、はいはいはい、お相撲さんデートですね。これであと1回でタフさがマックスになりますね。そしたらもうひたすら総合練習でいいかな。タフさマックスにして1回ルリカちゃんとデートしとく。これ体力も結構ヤバ気味なんで。ゆうき殿。やおのくん、何か悩んでいるようでござる。なになに？え、なに？じゃあ今家でゲームやってるゲームソフトのことなんだけど。いや別に、あ、やる気を上げても今やる気マックスだから一応聞いとくか。やる気を上げると練習時にパラメーターが上がりやすくなったりするので大事でござる。また調子も上がり試合に勝ちやすくなるでござる。知ってる。デートなどやっぱデートぐらいかな。あるとして、まあやる気下げんじゃねえよ人が。まマジで？ちょっと待って、もうやだ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 、ふざけんなお前この野郎。じゃあ公園行きます。くっそー、人がせっかく頑張ってやる気上げたのにあいつやる気の質問したら下げやがった。なんでやねん。パパ、チームメンバーがみんないなくなってるよ。ああ、みんな帰ったんだよ。それよりレイト、テーブルの上を片付けてくれ。パパ何やってんだよ。フランス料理のデザートを作っているのだ。お前との約束だからな。そんなものいらないよ。うちのチームは負けたんだぞ。できた、アイスクリームのフライだ。美味しいぞ。いい加減にしろクソ親父。クソ親父？レイト、なんだその口の利き方は。みんないなくなったのに料理なんかしてる場合か。わしにどうしろというのだ。ふん、サイバーキッズはもうおしまいだ。それもこれも親父がデータばかりを見て人の心を見ていなかったからだ。いや、もうその通りですね。俺ももうやめさせてもらうぜ。おい、アイスクリームのフライ。くそー、こんなもの。わしゃ、うわー、油が目に、目がうわ火事、うわー、目が。いや、その通りに言ったのこの野郎。それから火事でやんす。サイバーキッズのチームハウスが火事でやんす。なんだって？これはゆうきさん、パパがまだあの中に。おい、ゆうき、わしはあの中に投げろ。え、お前行くのか虎像。グズグズしてたらやっこさん焼けちんじまうぜ。投げる。親父信じたからな。よし、どうなっても知らねえぞ。そらや。おい、サイバー大丈夫か？目が見えないんだ。出口がわからない。消防車が来て窓の下にマットが引いてある。時間がない。そのまままっすぐ走って窓から飛び降りろ。あ、おい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 、連れてってやれ親父を。っておい、場所置いてくな。一人じゃ動けねえんだ。あちあち、いや、助けてくれ親父。火事は2階の一部が燃えたもののなんとか消火された。しかし親父。ゆうきか、サイバーはここにいる。おかげで助かったよ。そうか、目は大丈夫か？まだ痛むがなんとかな。それよりあんたにはとんでもない借りを作ってしまったな。いや、いいよ、助けろよ。だからよ、礼には奪わんよ。わしはさくらちゃんのために助けただけだからな。そうだ、レイトはどうなった？俺ならここにいるぜ。そうか、無事だったか。兄に続いてお前までも死なせては私はどうしたらいいか。兄？サイバ君にお兄さんがいたの？ああ、レイトには昔双子の兄弟がいたんだ。12年前の台風で死んでしまったかな。12年前の台風だって？ああ、覚えているだろ、あの大きな台風を。あの時レイトの双子の兄は川に流されて死んでしまったんだ。親父どうかしたのか？いや、なんでもない。それよりサイバーキッズはもう解散だな。ああ、息子やチームメンバーまで巻き添えになってしまった。私が至らんばかりに。どうだ、一つ借りを返してくれないか？お、金か？あんたの息子やチームメンバーを何人かガンバーズに入れてほしいんだ。このままじゃうちのチームまで人不足で解散してしまうんでな。トラゾー、あんたって人は。ありがとう、もうトラゾーが超いいやつになってんだけど。親父、俺はガンバーズには行かないぜ。レイト、お前、ユウキは俺のライバルなんだ。ユウキのチームに入ったら対決できなくなっちまう。しかしこのままでは大会にすら出れないぞ。ユウキだって何度も立ち上がってきたんだ。
俺だって自分の力で何とかしてやる。めっちゃいいやん。もう親父の助けなんていらねえぜ。こうして子供は大人になっていくんですね。パパはお前を信じるよ。サイバー、お前の息子も頼もしくなったな。ごほごほ。親父、あまり喋るな。そう心配するなって、もともと死んでるわ。そうしてサイバーキッズは解散し、ガンバーズの存続が決定した。だがボール親父はこの時の出来事が元ですっかり物静かになってしまった。ああ、全部あのクソジジイのせいじゃんかよ。もうあいつた、もう本当嫌、本当あの人嫌。なんかかい、え、なになに、こんな状況じゃ味もわからない。何が、私は結構です。多分、なんで一緒に食べろ。なんで好感度下がんの。やべえ、ルリカちゃんの好感度ちょっと上げとこう。本当は練習しようと思ったんだけど、結構好感度下がりまくりでまずいんで。こっち8、もう1枚。おお、10か。18、じゃあこれで勝負。何が来る。あ、 20? もう強えな。いや、強え、やばい、やる気がどんどん下がってく。さすがにまずいんごね、これ。やばいんごね。ルリカちゃん、じゃあ商店街別のとこ行ってみるか。スーパー、あ、お母さんいないと。もうやる気がすげえ下がってくんだけど、何なのこのゲーム。やる気上げて、弾道とやる気上げて。え、どうしたのって、あなた今日誕生日なんでしょ。おお、予定がないんだったらうちに来なさいよ。わお、行く行く。ルリカ祝ってくれるんだ。知ってるんだから何もしないわけにはいかないでしょ。あ、ちょっと素直になってますね。ふう、食べた食べた。今日の料理ルリカが作ってくれたんでしょ。え、どうして。いつも食べてるからね。もうルリカのお母さんに負けないくらいうまくなったね。そう、よかった。最初味噌汁クソ辛かったのにね、上達しましたよね。そんなことよりこれ持っていって。また配ってたんだけど、やっぱりいりませんから。ありがとう。プレゼントまでもらっていいのかな。私どうせ使いませんから。うん、それでも嬉しいよ。おお、パワービタ、小学生にパワービタってどうなのって毎回思うんですけど、そういや前にもらったの使ってねえな。そのまんまだな。使わないとね、さすがにちょっとかわいそうっすね。トランプ合計9、もう一枚引きましょう。なんで16、微妙だな。あー、これで勝負にしちゃおう。ちょっとこれ引くと、あー、引き分け。オッケーオッケーオッケー、まあ、引き分けならまあいいかな、まあ、引き分けぐらいが一番楽しいみたいなとこありますからね。さくらちゃん、そういえばサイバーはどうしてる。うにゅー、会ってないからわかんない。え、だってお兄ちゃんの部屋燃えちゃったから、今友達の家に泊まってみな。そうか。でも相変わらずどこかの野球チームに入って練習はしてるみたいよ。よかった、プロになる夢はまだ諦めてないんだな。やつとも戦うことにはなりそうですね。じゃあちょっともう6月4週目ぐらいでイベント出すかな。もうちょっと好感度上げないときつい気がするんですよ。じゃあそれまでとにかくひたすらデートを繰り返して、お弁当、おー、やる気上がった。やっと上がったよ、やる気やっと上がったよ。じゃあルリカちゃん、商店街へ。たまには本屋行ってみるか。野球雑誌と、おお、付き合ってくれるルリカちゃん優しいですね。じゃあこ、合宿。今年も合宿のシーズンが来た。今年はさくらのお父さんの寄付金により豪華な旅ができることになったぞ。やったー。でどこに行くかだが、ゆうき、お前が決めろ。いや俺はキャプテンでしょ、頑張って。それじゃあ、よー、いいね、旅行に行きたいね。普通にコンピラさん、コンピラさんだっけ。あー、コンピラさんにしろ。監督、俺コンピラさんに行ってみたいんです。何、コンピラさんか。あそこなら足腰が鍛えられるな。よし、行ってみるか。おう。あ、いいんじゃないの。タフさがめちゃくちゃ上がりましたね。これはかなりいいイベントだったんじゃないでしょうか。じゃあ自宅に行きます。来ました。ここでミスると早く助けに来てイベントになって、エンディングになってしまうんですよ。ここでルリカを救えるかどうかですね。どどんどんどん。扉開けろや、ゴルヤ。なんか外が騒がしいな。ガッチャ、聞こえてますから大声を出さないでくださいますか。近所迷惑です。我、人様に借りた金返さんと夜逃げしたくせに、ようそんな口が聞けるの。父個人の借金は全て返したはず。あまり無理をおっしゃるんでしたら警察を呼びますよ。くっ、嬢ちゃんには話にならん。大人出せよ、ゴロエ。ルリカのうちに借金取りが。母は今仕事に出ておりますので、ご用件は私が伺います。このガキ生意気ばかり言いやがって。借金取りがルリカに。ルリカを助ける。ルリカ危ない。いてて、
ユキ、あなたは関係ないんですから部屋に入ってて。ルリカがピンチなのに黙って見過ごせないよ。これもう暴行罪なんでね、これ警察に通報したらもう問題解決やん。ユキ、なあお前、この嬢ちゃんに惚れとるんか。今時のガキは甘せとるの。お前みたいにクソ似合わねえサングラスかけてるやつにはわかんねえんだよヒゲ。まあええわ、ガキが金返せるはずあらへんし、部外者は黙ってろや。ここで決めてやるぜ、俺がプロ野球選手になって返す。かっこいい。ユキ、何バカなこと言ってるの。坊主、嬢ちゃんの言う通りやで。そんな先まで待ってられへんし、第一お前なんかがプロになれるわけあらへんがな。いや、絶対俺はプロ野球選手になる。無理に決まっとる、俺もな。なんかクソサングラスが語り始めたんだけど、別にお前の話興味ねえんだけど。俺もな、ガキの頃は天才野球少年って言われとったんや。そやけど大会決勝でガンバーズっちゅうチームにボコボコにされて、すっぱり野球は諦めたんや。俺はそのガンバーズのキャプテンだ。だから俺はプロになれるだろ。お前がボコボコにされた相手だよ。なんやて、坊主がガンバーズの。こりゃおもろい。そこまで言うんやったら今度の大会で優勝してみろや。プロ野球選手になるやつがまさか負けたりせんよな。それまで取り立てまったるわ。話が通じる。わかった、男の約束だぞ。あとお前殴ったこと謝れ。ええで、俺も男や、二言はない。そやけど勝てんかったら終わりやで。ほんなら結果楽しみにしてるで。おお、あんな約束してもう本当にバカなんですから。でも嬉しかった、本当に本当に嬉しい。ルリカ、やっぱりいろいろ無理してたんだな。安心してよ、俺が絶対にルリカを守ってみせるから。はい、ルリカのためにも親父のためにもこの大会負けられないぞ。目標ができましたね、一個大きな。よし、好感度足んなかった、超特殊能力手に入んなかったけど、まあ、じゃあ今回はこの辺にしておきましょう。でもこうなったらあとは試合で勝つしかない、優勝するしかないので、優勝しないと結局早く助けに来てくるになってしまうのでね、まあ、なんとか優勝してやりたいと思います。ではここまでご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録や高評価、コメント等よろしくお願いします。